鏡どこやったか忘れたんですよね。多分ここにあるとよそう。ありました。まあ大体私の考えてることなんでそんなもんですよ。なんか鏡すごい。はい、後ろにはやつがいます。なんかオオサンショウウオの全貌を見えると結構じわるな。今日は偉いのでちょっと保湿からやっていこうかな。じわじわ来るよ。はい、フェイスパックはこれ。初めてこの水色使います。青集中保湿ケア。なんか乾燥やばくて、乾燥すぎてやばいからちょっと保湿系にしました。今日はご飯食べましたか？食べました。ここ数日マジでご飯食べてないみたいな日しかなくて、あ、まあご飯食べれなかったとかじゃなくて、なんか食べなかったっていう方が正しいんですけど、はい、熱中しすぎて食べなかったんです。せーの。やばい、眉毛がしっかりしすぎていることがバレる。食べなくても大丈夫なの、すごい。いや、大丈夫なかったよ。これでちょっと喋るから笑わないといて。ちなみにですけど、いつもながらにスクショしてもいいけど、あの SNS に載せるのはダメね。誰？そうだよね、誰？今配信見始めた人びっくりするね。それな。美味しいものいっぱい食べてって、ありがとう。顔小さいから余りまくって、え、これ余ってるのかな。余ってなくない？大丈夫。あ、でもおでこは余りますわ。この間おでこを測ったら6センチでした。それで、ここからここを測ったら18センチくらい。測ったんだ。はい、女性ってやっぱ測るの？え、測らないの？わからないの？え、誰だよね。そうなるよね。まあそうなるのは重々承知の上で、はい。測ると悲しくなるかもしれない。そっか。でもなんかさ、言わん？あのおでこ7センチ以上ハゲみたいな定義、なんかそれを高校生の時に知ってから、なんか不意にいろんな人のおでこを測る時あります。暇な時の余計測れんかな。でもあれです、私の同期のノエピーは7センチ以上あります。その顔で笑わんといて。確かになんかさ、この顔でさ笑うとさ、ここがさ、ここまでなんか口角がさ上がりきらないからさ、めっちゃ変な顔で笑ってる人みたいな。口閉じて笑おう。
笑わせようとしないで、笑わせようとしてないよそんな。あとちなみにあのラジオでずっとご一緒させていただいていたすみます芸人のもじゃさん、関田さんもおでこ7センチ以上あります。はい、ちゃんと真剣にメイクしていこうと思いますよ。私は真剣にメイク、なんかいつもさここがさ余るからさ、なんかここを真ん中切るとここら辺が余らずにしっかり貼れます。今日は切ってないけど、この目のところ一番広かったのは誰？わかんない、メンバー全員は測ってないからな。早く剥がしたいけどしっかり保湿したい気持ちもある。でもちょっともうあれだよ、この絵面飽きてるよ。ちなみに今日のピンはちいかわとマリーちゃんです。ちいかわとマリーちゃんです。スクショ OK ですか？スクショはいいですけど SNS には絶対にあげるな、あげるな。耐えてる耐えてる耐えてる。じゃじゃん、ここら辺とかこうした方がいいか。2月4日公園行きます。やったん。マリちゃんもチーカーハマってる。そう、マリちゃんマジチーカーハマってる。だからマリちゃんとダンスの先生がちいかわハマってる。めっちゃ。それでなんかマリちゃんとダンスの先生はなんか結構似た者同士で、あの一個のことにハマると一挙集中型なので、ちいかわのシールをこんくらい持ってるんです。幅にするとこんくらいやばくないですか。だからそのちいかわのシールをあの1枚もらいました、ダンスの先生から。ハマりすぎ、やばいよね。大人だから大人買いできるだって。よし、もういいんじゃない。てれん、本当はここにスチーマーとかあったら最高、もっと肌がもっちもちになるけど、スチーマー持ってないので断念。おー、真っ白、真っ白ですか。イエーイ、やっぱ保湿するとね顔色が明るくなりますね。肌すべすべ、そう最近肌の調子いいです。メイクしてない日も増えたからかな。そのお休みの日はほとんどメイクしないです。メイクしないで日焼け止めとコンシーラーだけの生活を最近は心がけています。えい、モバメってどうなってんすか、どうなってんすか。あの今日朝送りましたけどどうですか、届いてますか。さすがにもう届いたんじゃないですか。確認してみてください。一応送られてるに入ってましたけどね。室内でも日焼け止め塗る？あ、塗ります。なんて言ったらいいかな、なんか日焼け止めその UV ケアもあるんですけど、
あの毛穴が開かないので塗ることによってなんか一個塗ります。日曜以降来てない。あほー、なんでだろうね。ぼちぼち送ってはいるんですけど、ちょっと忙しかったので件数多分他のメンバーに比べたらそんなあれだけど、やっぱみんな来てないっすね。仲間を確認、はい、久しぶりにショールーム来たんだけど星投げなくなったの。そうなの、なんか星の代わりにこのキラキラみたいなの投げることになりました。はい、そうなんです。忙しいかなと察してた。はい、ちょっと昨日もぼちぼち、でもなんかちょいちょいさ X は確認したりとかするの。そこでなんかみんな世の中の人は何してるのかなっていうの、はい、確認してました。とりあえずキラキラ投げた、ありがとう。よし、じゃらーん、いいんじゃない。そして今期の大人だからデパコス使います。私はもう花粉の季節なんでこれ使っていきます。草のなんか美容液みたいな、バリアセラムってやつなんですけど、これを塗ると肌がバリアされるんです。肌がバリアされるんです。肌がバリアされてなんか顔が痒くなくなります。もう花粉始まってます。なんとびっくり始まってるみたいなんです。辛すぎるよマジで。今から注射打っても意味ない、注射とか打ってみたいんですけど。バリバリ飲みですか。そうです。え、なんか肌の調子いいから、ここに人がいたら触らせたいくらい。私の肌の保湿度本当に高いし、今めっちゃ肌綺麗だから、ここに人がいたら触ってって言いたい。最近みゆみゆの話し方がひなたみたいな声になるんだよね。やめた方がいいよ本当に。みゆ可愛いんだからさ、私みたいな喋り方しない方がいい。ほっ、ちょっと充電器も差しますと。ほっ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 、どう、いいんじゃない、いい感じ。触って良いですか。いいですよ。触れるもんならね。ということで、やっと保湿が終わったので、はい、ここからちゃんとメイクしていきます。ひなたも昔はこんな喋り方じゃなかったのに。やめてくれない。私はもともと声だって低いし、声だって低いし。うん、こんな感じですよ。さあさあさあ、なんかさ、お家でメイクすると光の感じがちょっと画面から離れてますけど、これはあの鏡
鏡の中に全部の顔を入れたいっていう、はい、気持ちから離れています。うん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 。他にルイを見ない美声よそこまで褒めてほしい気持ちではないありがとうね、でもね、ありがとうね、ほんと逆にオオサンショウウオも全身映ってるもん。確かにオオサンショウウオも全身映ってるもんね。私の鏡の中でも確認できますよ。電話の声かわいい電話はね、昔からね、しつけられてますからね。しつけられてるちょっと言い方悪いなはい、マジで村上の人みたいな電話の出方しますフ村上の人は城下町なので、だいたいワントーン声を1、2くらいはい、高く出ますよ、みんな。スパルタだったの？そうです。なんか私の家は子供たちが電話に出るっていう、なんだろう、謎の、決まりみたいなのがあって、そう、大人に電話を取らせてはいけないみたいなていうか、出てって大体言われるし、そう、だからうちに電話かけたら今は大体家電話弟が出ます会社みたいって。はい、そうなんです、会社みたいですよね。まあ、私おじいちゃんもおばあちゃんも多分足腰が弱くなってきてるから、多分今うちの中で一番俊敏に動けるのが弟かロンかみたいなところはありますね。謎ルールだよね、謎ルールだよ。そうなんです。でもやっぱりご存知の方はご存知かもしれないんですけど、やっぱり本間家はもう常に生き抜いていくのが大変な構成なのではい、次の季節を迎えるまでも大変、サバイバルファミリー新潟って東北になるの？東北にはならないんですよ、実は。なんか新潟ってそういうところ、そこら辺がなんか結構曖昧で、そう、東北でもないし、なんか関東甲信越って言っても関東みたいなね、ちょっと曖昧すぎますよね。だからなんか新潟はいつも仲間外れにされてるみたいな言われますよね室内の温度4度は驚いた。はい、そうですよ、うちは寒いんですね、夏は暑いんです。37度とか8度とかになりますこれ嘘だと思われるんですけど、何度も話してても、何度話しても
何度話しても嘘だと思われるんですけど本当です。嘘みたいな本当の話です。だからかな、なんか冬になるとさ、なんか私どんどんこう布団の中に潜っていく習慣があるんですけど、それってきっと実家がめちゃんこ寒かったせい冬顔出して寝れないんだよ。多分外よりも寒い時がたまにあるなんでなの、風はないけどね。そうやって生き抜いてきたからか。はい、そうです、そうやって生き抜いてきました。でもなんか最近家族と電話してたら、今家族はみんなノロウイルスらしいんです。ノロで倒れてるらしい。倒れてるって言ってもそんな病院沙汰ではないんですけど、はい、なのでみんな体調気をつけてね。私はもうこの通り元気いっぱいなので。うわー大変ねめっちゃ大変らしい。なんか父がうち家族お家にこうお手洗いが2つ並んで、どっちも使えるようになってるんですよ。どっちも使えるようにっていうか、どっちも男女兼用なんです。だからなんか1個閉まってたらもう一個の方に入れるようにみたいな感じで2個作ったらしいんですけど、なんかこの間その電話してる途中に父がお手洗いに行こうとして、そしたらなんか戻ってきてどっちも空いてないとか言って私の家のお手洗いがどっちも空いてないみたいなことになるのってめっちゃ珍しいので、そのくらいちょっとお家は緊急な感じでしたね。大変そう、ノロウイルス、ね、私はちょっとこの後卒業に向けてね、こういろいろ頑張っていきたい時期ではあるので、しばらく村上に帰るのは控えようと思っています。本当は帰りたい。久しぶりにこのスパチュラでファンデーション伸ばしてるけど、いい感じだな。ノロるわけにはいかないもん。そうなんですよ、ここで体調を崩すわけにはいかない。絶対にインフルにもノロにもコロナにもかからないぞ。頑張るぞ、健康第一でお願いします。それね、ロンちゃん、ロンピーはマジで元気です。そんなのお構いなしにおやつくれっていつも家族の方を見ていますウイルスでかかっていいのはハート型ウイルスだけやうまいこと言ってる、なんかちょっとなんかちょっとうまいこと言ってるなんか見てください、ファンデーションがめっちゃ綺麗に塗れました。嬉しい、なんだこれ、やっぱ保湿だ、保湿しか勝たん保湿をしっかりするとこんなにいいことがあるなんて。え、どういうこと、嬉しい嬉しすぎる
あのここ最近一番の喜びかもしれない。勉強になります。本当ですか？勉強になってますか？大丈夫かな。でも顔も体もとにかく保湿だと思うんですよね。こんな感想で申し訳ないんですけど、とにかく保湿。保湿保湿。365日24時間保湿保湿。とりあえず保湿。ノーマルカメラに耐えられる肌にならなければね。え、そうなったらもう本当にありがてえよ。まあ嬉しい。ノーマルカメラでこの肌の感じみたいになりたい。あとはニキビ跡が早く消えてくれればいいのにな。今日はなんか余裕を見てメイクをしているつもりなんですけど、余裕見すぎかも。ビスのヘアケアの記事も良かった。ありがとう、嬉しい。見てもらえてありがとうございます。今回はあのアンジュルムの上国寮萌ちゃんと一緒に撮影しました。嬉しい。声でか。上国寮萌ちゃんと一緒に撮影できたの嬉しい。でも意外と一緒の撮影は久しぶりで。そうなんです、久しぶりの一緒の撮影でした。でも上国寮萌ちゃんは今やもうアンジュルームのリーダーですからね。はあ、すごいな。でもアイドルになった時期はだいたい一緒くらいなんです。私あの NGT の最初のレッスン通ってる時に上国寮萌ちゃんがアンジュルムに加入したニュース見たもん。高校生の時の記憶。ビス関連で友達めっちゃ増えてそう。めっちゃ増えてるかな。でもなしこさんとか卒業発表した時にあのメッセージくれました。卒業発表お疲れ様って、はい、嬉しい。なしこさんはもう月なしこさんです。グラビアにもいっぱい出てて、そうビスでご一緒させていただいたんですけど、めっちゃ優しい。あとは牧野マニアちゃんとか。あと佐藤のあさんも。フラッシュにももつきさんおったね。表紙かわいい。本当にね、真っ白なのよなしこさん。あと新庄ゆめちゃんもよく一緒になるなってた時期がありますね。この人いつまで肌やってるんだろうって思ってますよね。わかります。わかります。もういいです。もう大丈夫です。もう完成です。ひなたのヘアクリップかわいいね。ありがとうございます。プレゼントでいただきました。どちらもありがとうございます。
ひなちゃんのおかげでキラメイジャー見てたとこある。ねえ、みよちゃんね。あとゆめちゃんもキラメイジャー、私キラメイジャーとご縁があって嬉しい限り。ちょっと失礼します。よし、オッケー。でちょっと乾かさせてもらって、乾かします、乾かします。ちょっとこの部屋寒いので暖房をつけます。でも暖房つけると乾燥するの。あ、なしこさんもキラメイジャーか。よどんな様、え、キラメイジャーってこと？実質、実質キラメイジャーってことか。まあそんなことは置いといて、キラメイジャーではありません。リカ姫がひなたに連絡してやったぜって夜中に自慢してて、本当だよ。あの人さ、それについて私はちょっと物申したいけどね。まあいいんだけどね、まあ全然いいんだけどね。あの人結構、あの人全然返信くれなかったんだよ。のくせしてなんかめちゃくちゃめちゃくちゃあの強気返信返ってきました。ありがとうね、返信してくれてね。でも皆さんは LINE の返信とかすぐ返せる方ですか？貯めておける人、貯めたくない人、どうですか？秒だよって、うわーいいね。そうなりたいなの、うわね、嫌だなっていうことじゃないよ。すぐに返します、貯めちゃう人です。今未読1494って出て怖い。はい、遅い人本当無理。貯めることできません、もう通知増えるの嫌なんだって。あーでもね、その気持ちはわかるよ。でもやっぱ貯める人って千単位で貯めてるよね。わかります、わかります。私も基本的には貯めたくない人でも、なんか返信めっちゃ考えちゃうから、そう、返信に時間がかかっちゃうから、まあ1日以内では返せたらいいなって思ってます。そうな、貯めたくないけど職場では電波ほとんど入らないね。そういう時ね、溜まっていっちゃうよね。あとなんかメッセージだけでも確認したいのに見れないとちょっと困るよね。やっとポイントメイク。できるだけ早く見ますって。おー、うん、確かにお仕事中の時とかね、なかなか早く返すことは難しかったりもするかもだけど、でもなんかコメント欄見る限り結構早そうだね。みんな駆け引きしたいときはちょっと貯める。何、駆け引きしたいときってなんなの。ひなたちゃん、メイクのこだわりってある？最近はですね、なんだメイクのこだわり、なんか去年の夏くらいから結構メイク濃いめなことが多かったんですけど、最近はナチュラル思考に戻ってきました。はい。なので、あ、でもメイクのこだわりはずっと一貫して言えるのは、あの崩れなさと、あと肌、肌をきれいに、は
はい、作るのを頑張ってます。よし、あ、よい、公園めっちゃ汗かく。うん、そう、新陳代謝めっちゃいいんだよね。なので、はい、できるだけ肌は綺麗に作ろうと心がけています。鼻水めっちゃ出るんですけど、後でお薬飲む。配信久しぶりでしたっけ。多分だけど、多分ね。ローズシャドウ入れます。今日はね、ちょっとおにぎりサミットということで、おにぎりを意識したメイクをしていこうと思います。いつも配信は久しぶりです。そうぞい。おにぎりを意識したメイクってみんな思っていることと思います。でもおにぎりが美味しそうに見えるようなメイクを、まあやっぱり村上出身でおにぎり、新潟県出身でおにぎりといったらあれしかないですよね。頭の中ハテナで埋まってる。そうですよね、みんな頭の中にハテナが埋まっていることと思います。服もおにぎりイメージですか。あ、今日はね、私服じゃなくてちゃんと衣装はね着させてもらえるんだ。衣装はね、はい、お願いします。とはい、ちょっと酒ぽい感じでおにぎりが美味しく見えるようなメイクをしたいので、ちょっとピンクオレンジみたいなナチュラルな感じのアイシャドウを使います。ちょっと酒っぽい感じ酒っぽい感じで、新潟と言ったらコシヒカリ、コシヒカリと言ったらツヤツヤ、はい、ということで酒っぽいツヤツヤなメイクをしていきます。おにぎりの海苔はパリパリかしっとりか、私は意外としっとりが好きですね。なんか遠足の時とかで持っていくおにぎりが好きだったから、しなしな派です。もう毎回思うけどさ、この部屋の照明何なの。自分で選んだけど何なの。すごいメイクしづらい、くそー、悔しい。悔しいな。っていうか多分これライトを焚いた方がいいんですよね。はいはい、分かっていますよ。私はもう分かっちゃいました。今ライト焚いてないからこんなにメイクしづらいんだと思う。
なんかね、画面で見るとね、光いい感じなんだけど、メイクする鏡で見るともっと光は欲しいみたいな。そんな感じなんですよね。本当に酒っぽいですよね。酒っぽいですよね。酒っぽいってことにしましょう。はい。すごい、みんながコメントで照明さんを呼んでくれている。はい、ありがとうございます。酒っぽいのに反応してもらえて。あ、遅ればせながら写真集買わせていただきました。ありがとうございます。イエーイ。もはや酒そのものです。それは嘘、それは嘘。それは嘘でしょね。酒そのものは絶対に嘘。作りすぎないくらいに涙袋を作っていきます。ドゥドゥー。あとなんか最近はこのなんかピンクっぽいライナーをこの下のところにちょっと入れると可愛いってことが分かりました。酔っ払いメイクですか？いいえ、違います。でもなんか目がね、うるうるに見えるんだって。鮭になれるメイクやばすぎでしょ。鮭になれるメイク、もうちょっとなんか強い女っぽくメイクしないと鮭になれるメイクだった。え、そんなこんなしてたらもうメイクが後半に差し掛かってまいりました。はい、ハイライト、ハイライト、これ画面で見てやっても絶対わかんない。鏡見てやった方がいい。そうだよね。よいしょよいしょ。ちょっとね、今日はお仕事の会場のライティングがどんな感じなのかあんまりよく分かってないので、どうしよう、全部色味飛んだら。さあさあ、盛り上がってまいりました。盛り上がってんのか、盛り上がってるか、盛り上がってるよね。私が欲しいのが今ここにはない。私が欲しいのは今ここにはない。あった、こちらでした。こ
ちらです、こちらです。チーク先に、はい、塗っていきます。はい、チークも酒っぽい色味を選んでみましたよと言いつついつもこれなんですけど、後ろにあるのはオオサンショウウオですか。そうです、はい、そうです。今日はオオサンショウウオをこのようにすごく見える形で置かさせていただきました。明太子っぽい、明太子も美味しいよね、大好きなんだけど、なんかちっちゃい頃は全然明太子食べれなかったんですけど、大人になってから鮭と争うくらい、はい、おにぎりの具では欠かせない、ついつい選んでしまう。2匹いなかった、それ親友の家ですね、はい、私の家は1匹です。親友の家には2匹います。なとちゃん、メイクって何歳くらいからやり始めた？私は活動を始めるまでほとんどメイクをしたことがなかったので、本格的に始めたのは15歳、高校生ですね、高校1年生の時に本格的にちゃんとメイクをし始めました。それまではほんとリップクリームを塗ったくらいしかしてなかったです。よし、そしたらアイメイク。バレエってメイクしないんだ。発表会の時はするんですけど、もうすごい、もうファンデーションっていうよりか動乱、もう真っ白にされます普段のメイクでお手本にしてる人とかいますか？あんまりいないですね。もう自分の顔に向き合い続けています。でもなんかメイクはこういうメイク、この人のメイク真似したいとか、今日はこの人の雰囲気でメイクしようとかはあります。なんか余裕こきすぎじゃない？もうちょっと急いだ方がいいかも。怖いやつ来たでもちゃんと上がっています。メイクにかかる時間もその時々ですけど、だいたい1時間くらいはかかります。でももっとメイク時短できるようになりたい。その方が絶対いいよ。こんなメイクに時間かけてて良くないと思います。良くないと思いますまつげ下地塗ってからマスカラ塗る。あ、つきすぎた。西村七子とか一瞬で終えてそう。え、マジで七子はメイクしてないよこれなんかメンバーの時の感覚だけど
七子ってマジでメイクしてない。ほぼすっぴんで出て、絶対。ほぼすっぴんでいつもステージ立ってた。でも後輩は結構メイク時間かけてる子多いかな。後輩でメイク早いのはカイリちゃん。メイクしてないの草ってそう、カイリちゃんもほとんどメイクしてないいいんじゃないかな。なんかあんまりがっつりメイクしてるイメージはあんまないかな。ちょっとマスカラだからさ、真剣にちょっとしゃ黙るね。真剣に塗るね。毛先をね多めにつけたいんだ。どうですか？できてますか？真剣だな。はい。かわいい。かわいいかな。あんまかわいくないと思うけど。普通。酒っぽい。ありがとう。ありがとうね。その感想待ってた。広がるよ。じゃじゃん。上がってますね。下まつげが一番緊張するから、みんなも静かにしてね。みんなで喋っててもいいのか。私が静かにしてね。あまだやれる？まだやれるよね。まだいける。まだやれる。絶対やれる。ちょっと真剣にさ、下まつげさ塗るからさ。立たない。目が汚い。こうか。こうだ。はい。こうです。なんで左目だけいつもこんなちゃんと塗れないんだ。右利き手じゃないからかな。ちょっとダマダマすぎるので、こうむします。
と今日明日まつげがうまくいかないですね。悔しい。悔しいです。悔しすぎる。これ何なの？これどうしてバラバラにならないの？そんなんじゃいい酒になれないぞ。そうだそうだ、こんなんじゃいい酒にはなれない。このついちゃったやつもどうにかした。悔しい。すごいすごい近くてごめんなさい。でもね、多分映ってたら結構なんか目に入りそうで怖そう。はい、うん、今のところこんな感じにはできましたけど、こんな感じにはできましたけど、メイクって難しいのね。はい、難しいです。毎回苦戦してます。え、なんか横から見るとすごいまつげじゃない？すごーい、すごーいまつげすごいまつげになってる。ちょっと興奮しちゃってるんですけど、うん、まあこっからこうやって見てそんなに変じゃなかったらいいか、いいってことにしよう。はい、ね、ラインを引いていくんですけど、どうかな。あんまり長すぎないようにもした。いいだね、うん、いいよね。いいと思われると思うから、これでこれでいきます。完成、イエーイ。ちょっとキラキラもつけておこうかな。一応ね、一応つけてみるわ。時間はまだ大丈夫。それがね、結構やばいか。でもなんかサミットだからさ、あんまりキラキラしない方がいいのかな。ちょっと控えめキラキラにしてみたけど、これで後で大きい鏡見て、まあ、変だったらもうちょっと直しますふふふ。平日のこんなお時間に見てくださってありがとうございます。髪の毛はもう自分でなんとかします毎度のことながら、ここで終わんのとか
感じ。はい、じゃあランキング読んでいきゅいきゅランキング読んでいきゅ13位ヒンジさん、12位トットさん、11位おばけさん、10位いちたさん、9位嵐田さん、8位リュウマさん、7位しゅんさん、6位しもじゅんさん、5位マシュマロさん、4位3人一部アットタークンさん、3位ゆうきあたいの GT 推しさん、2位みなさんチーム3人さん、1位土調の末蔵さん、ありがとうございます。くしゃみでしょ。あやはぁマスカラマスカラ、はい、ナイスくしゃみありがとうございます、ありがとうございます。リップはあの一番後でつけます。やっぱりくしゃみ止まんないので、今から花粉症の薬飲みます。じゃあね、また配信するね、ありがとうね、行ってきます。じゃあね、ありがとう、バイバーイ。